いやあ、せつなケースきたよ。今回は第3回定期生放送箱庭の歌の公開収録やっていきたいと思います。よろしくお願いします。しかし今回はなんとゲストがいらっしゃいます。というわけでゲストの方に登場していただきましょう。どうぞ。よう。ピアノ中玄関の見たもえ。もうやめようこれ。この前封印しようって言おったのに、もうやめようこれ。もうちょっとグダグダやけど、まあ進めていきます。これ。確か前回あのメンヘラのテトロだったのとかが出てきて、小鳥ちゃんと出会ったんやな、涼介が。で、その翌日から始まります。ちゃんと音声大丈夫かな？涼介。朝からセミのうるさい夏の通学路。僕は学校に向かって一人で歩いていた。佐藤さんか。ぼんやりするたび、昨日の光景が頭を埋めていく。また会うことなんてあるのかな。また明日と彼女は言った。それがどういう意味なのかわからないまま、僕は学校へと歩みを進める。ですよね。ちょっと早出ていこう、出てくるの早すぎへん？いやさ、こういう展開だと思っとったけどさ、転校生って来るだろうなって思っとったけどさ、それにしたってさ、あの先生が入ってきて、今日は転校生を紹介するぞとか、新しいクラスの友達を紹介するぞとか言うてからこの子が出てくるパターンならわかるけどさ、シーン変わっていきなりポンって出てこられたら どうしようもないよ、反応。反応できんよ、もう。反応速度が速すぎるみたいな。ほら、涼介やって反応に困ってる。どういう意味にも何もなかった。佐藤さんは転校生として僕たちのクラスにやってきた。ホームルームが終わった後、またまだ事務所手続きが済んでいないらしい佐藤さんは担任に連れられ教室から出ていく。歩夢と伊月と夏雪が僕の机に集まっていた。全然知らなかったな、転校生が来るなんて。おかしくない？普通3年のこの時期に転校なんてする？家庭の事情でもあるんだろう。それにしても不思議ちゃんオーラ出しまくりだったな。お前もさ、ある意味不思議ではあるよ。なんで男子でそんな格好なんだろう。男子なのにそんな編み方するん？なんでツーテールしとん？そしてなんで女の子っぽく見えるん？その状態でそのさ、ボタンの開け方されたらすごいセクシーやのに。文化祭の気分じゃないか、その着方。佐藤さんも夏雪には言われたくないだろうよ。俺と同じこと考えとるわだ。あ？確かに話しかけづらい雰囲気はあったな。それも歩みは言われたくないだろうけど。ガリ弁そうでなんか、邪魔しないでくれ、今勉強中なんだって言いそうなタイプやもんな、歩くん。反応に困っております。そんなに俺は話しかけづらいか？バッチリね。考え物だな。しばらくすると担任だけが戻ってきて、僕たち全員を席に座らせた。なんだろう？だな。担任が喋り始める。佐藤のことなんだが、話しづらいことなのか、歯切れの悪い喋り方で担任は話を続けていく。実は佐藤は1ヶ月前に大きな事故に遭って、目を覚ましたのは最近で、それまでの記憶を一時的に失っているらしいんだ。記憶喪失？記憶喪失？同じこと言うた。それは話しづらいわけだ。すげえな、そんなの漫画だけの、漫画の中だけの話だと思っていたぜ。ということだから、気を使ってやってくれ。そしてちょっと、実況中なのにもかかわらず喉が渇いてきたので、俺はちょっと、ドリンクタイム。すいませんね、喉渇いてやってられないんですわ。ちなみに飲んだのはコーヒーね。そんな説明をして担任は教室から出ていた。気を使えってどうしろって言うのよ。あんまり深く考えなくていいんじゃない。
伊月わざとらしくなりそうだし。何よ。何にしても面白そうな逸材だな。よし、君と遊びに誘おう。え、急に何言い出してんだよ。だって転校生だろ、友達いないってことじゃんね。そんなん寂しすぎるだろう。それはそうかもしれないけど。んじゃ、決まりね。まったく、またいつも通り夏雪のペースね。まあ、悪いことをするわけじゃないんだ。別にいいんじゃないか。簡単に言わないでよね。絶対気まずい雰囲気になるじゃん。大丈夫、大丈夫。だってこっちには涼介がいるからな。何の信頼関係だ、これは。ん？ちょっと待って。なんだそれは。まあ、涼介がいるから安心だな。そうね、あの涼介さんだしね、星。どの涼介さんだよ。そんな話をしていると、ドアの開く音が聞こえてきた。足音とともに佐藤さんが教室に入ってくる。来ました。問題児。いきなり問題児扱いしたらあかんけどさ。わあ、みんなボケーっとしてる。ボケーっていうかもうポカーンですよ。みんな気を使っているのか、彼女を見て黙ってしまった。嫌な沈黙が生まれる。まるでなんか、クラスの一人がウルトラの母ですとか言ったみたいです。佐藤さんはそれを気にする様子もなく、自分の席へと向かっていく。そんな佐藤さんに夏雪が近寄っていった。出てきた特攻隊長。佐藤さん、うえいきなりテンション高いな、こいつ。初対面の相手に対するそんな挨拶の仕方があることを初めて知った。俺もや。初対面でいきなりそこまでやれるんか、すごいな、夏雪。おっと、無関心だった。小鳥さんは無関心だったよ。夏雪を見て、複雑な顔になる佐藤さん。まあそうだろうな。女？おっと、いきなりついてきたそこ。男？あ、男だよ、一応。僕も歩み寄ってフォローを入れた。そう。ま、それはいいとして。ああ、夏雪からしてはこれはコンプレックスではなかったらしい。今日の放課後、俺たち川に遊びに行くんだけど、佐藤さんも来ない？川？そうそう。どうしたらいいか、わからないのだろう。困惑気味の顔つきで固まってしまう。あ、無理だったらいいんだよ。助け舟を出すと、佐藤さんは僕の方をじっと見つめてきた。涼介は行くの？次の週間、クラスの視線がガッと僕に集まる。痛いな。ちょっと痛いな。みんな、クラスみんな。ちょっと僕に視線を集めないでくれ。痛いよ。痛すぎるよ。さすが涼介さんだわ。もう名前を覚えられるなんて。そうだな。まさかここまでとは。お前ら、僕にどんな言いがかりをしてるんだ。僕にどんなキャラクターを押し付けてるんだ。やめなよ。昨日たまたま会っただけだから。教室内に黄色い声が飛び交う。黄色い声ってなんだ。こいつら。どうしようかと思っていると、不意に腕を掴まれた。ひえー。驚きで変な声が漏れる。腕を掴んでいたのは佐藤さんだった。大胆だこの子。行くの？うん。行くけど。おいおい佐藤さん、君、涼介と行くのかデートだと思っていないかい？なんで腕を掴むんだい？すると佐藤さんは掴んでいた僕の手を腕を離して、夏雪に向き直る。裏山、けしからん。ほんとけしからん。佐藤さん、やめなさい。あと、涼介、鼻の下を伸ばさない。はい。言っていいか、聞いてみる。マジ？よっしゃ、楽しくなってきたぜ。ああ。なんてこった。なんて日だ。というわけで、その午後。ああ、今日も昼までなんやね。最近昼までが多いらしい、この学校。一度家に帰り、昼食を済ませた僕たちは、1時半に学校に集合した。勉強しろ。
勉強のために昼から休みなんだろうが。一番乗りかな。そう思って壁を背もたれにして立っていると、凌介、うわー、出た問題児。まあ入学転校早々に問題児っていうものどうかと思うけど、本当に問題児っぽいから、もう問題児です、問題児です。いつの間にか佐藤さんが真横に立っていた。聞いてたんだ。無言でこくりとうなずく佐藤さん。可愛らしい、可愛らしいけど爆弾だこの子は。早かったね。昼ご飯食べた？食べた。そう、そっか。な、何話せばいいんだ。もう凌介の頭の中ではもうパラトニックってな、パラドックスとパナソニックだったっけが混ざっとんな。よくわからん言葉になってしまった。会話が続かない。佐藤さんは無表情のままぼーっと前の方を見つめている。不思議ちゃんだなこの子は。それにしてもよく夏行きの誘いを受けたものだ。誘ったの迷惑じゃなかった？ん？何が？とでも言いたげだ。ちょっと強引に誘っちゃったかなって思って。夏行きが、別に迷惑じゃない。そう、そっか。そういえば僕が来るかどうか聞いていたけど、まさか僕のこと。おい凌介、君、それはあれじゃないかい、ちょっと考えすぎじゃないかい。じじきじき過剰落ちって周りから言われそうだよ。てか夏行きに 見られてみ、言われるよ。いやいや、んなわけあるか。よかった。んなわけあるかって思い立たなかった。よかったよかった。その通りさ。どうかした？ううん、なんでもない。顔を向けると、向こうから歩いてくる夏行きが視界に入る。フラグーとか、自意識過剰オーツーみたいな。凌介はもう大丈夫さ。凌介は。もうこのまま何もなくこの学校生活を終えて卒業だ、高校生だ、オッケー、問題ない、何もなかった。おーお、早いね。なんだその千人剣ってなんだお前。袋センスもうちょい考えようぜ。なんだそれ、どこで買ってきたん？日本好きの外国人がさ、とりあえず漢字並べてみましたみたいな T シャツも着てきやがったこいつ。なんだこれ。その後ろに伊豆木と歩夢をついてやってきた。続いてな。早かったわね。うおお、さすがおしゃれですな伊豆木さん。この子は可愛い、可愛いらしい、もう可愛すぎる、反則級。まあね、コナミは1年は部活だろう。あ、中学生はもう早退終わって引退した頃かな。了解しました。てか、ってことはコナミ何の部活やよあいつ。あ、そっか。んじゃ、行こうぜ。歩夢くんは？歩夢くんハブられてないか。歩夢くん勉強するタイプだったけど、まさかみんなと遊ばずに勉強しとんかあいつ、真面目やな。あ、とうとう歩夢のことは触れられんかったな。あれ？おるやんコナミ。河原に着くと、なぜかコナミがいた。うわ、スクミズだよ。中学1年生の女の子のスクミズだよ。もうダメだよ。ロリズクがうっほーいってなるぞ、お前。ダメだ、モザイクかけとこう。これもう YouTube にアップするときはもうモザイクかけとこうか。はい、父親さんもスクミズとか言うて、スクミズ笑って言って、もう興奮しない。やめない。やめない。うほーいってる。父親さん、うほーいって言ってる。ダメだ、ロリコンなのか、君は。あれ？なんでいるの？いたら悪いと思うすか。おーと腹を立てている。その格好で腹を立てていたらもうなんかロリコンはもうヒートアップ。いや、部活は兄上たちがみんなで河原に行くと聞いての。やりたくもない部活をやっている間みんなが遊んでいると思ったら、いても立ってもいられなくなってのじゃ。お前幽霊部員になるぞお前。いつか幽霊部員って呼ばれるようになるぞお前。てか部活動サボって顧問に怒られんのかお前。てか何部なんやねお前は。 S さんが、
あ、その S さんの S って誰の頭文字か分かるぞ俺。だからサボった満面の海である。わあ、本当にロリコンが見たらもうこの状況はハサハサして仕方がない。今日のカスタムサムネイルはこれで決まりかもしれません。ロリコンホイホイになりますな。さすが夏雪の妹だ。 DNA は引き継いでるということか。そんなことをして怒られないのか先輩や先生に。アイエム君さらっと出てきた。アイエム君さらっと出てきよったで。さっきの集合の時一回も出てきてなかったろお前。実はいましたよみたいな感じになっとる。そしてフックのセンスだよ。なんで書いとこの胸のやつ。 Nobody knows at the end of this world。 Nobody ってのは誰のでもない。 knows at、 つまり誰も知らない。世界が終わっていることに。なんなんお前。何お前さらっと自分は勉強できますよアピールしたんだら T シャツでさ。よな、誰も知らない世界が終わっていることに。ほんと中二やな。中二、中二病の方やけどな。ちなみにこの子らはコナミは中1で残りのみんなが中3です。あれ1年経ってるやん。大丈夫じゃろう、代わりに熊のぬいぐるみを置いてきてたからの。 お前それ自分は熊のぬいぐるみみたいに可愛いですよみたいなアピールやめろお前。全然大丈夫じゃない。その通り、熊のぬいぐるみなんてなんで学校に持ってきてたのよ。今朝の占いでラッキーアイテムが熊のぬいぐるみだったからじゃ。だからと言って通るのかそれ学校的に。コナミは占いが好きなので毎日テレビの占いで言われたラッキーアイテムを学校に持ってくる。よく先生に注意されているが、全くやめる気配がない強情さは夏雪と通ずるものがある。 DNA ですね。お前自分のラッキーアイテムを置いてきちゃったら運下がるんじゃね。おっと、兄が妹にツッコミを入れた。おっと、妹反応できずな。おっと、この顔は前回のバトンを見たような気がする。がっかりです。こいつコナミじゃなんかやたら表情豊かやな。前から思っとったけどさ。そうじゃな、気づかなかったの。私が今日溺れ死んだらきっとそのせいじゃ。ネガティブすぎるぞこいつ。縁起でもない。それよりそちらはどなたじゃ。立ち直り早いなお前。コナミが僕たちの後ろに立っていた佐藤さんに気づく。初対面やな、そういや。ああ、僕は簡単に彼女のことを説明した。なるほどの。ちょっと名前が似ているし、親近感が湧くの。コナミと小鳥のことを言うんか。言うほど似てないな。よろしく。うむ、よろしくお願いします。よろしくお願い申し上げますのじゃ。言葉遣い、こくり。佐藤さんは癖なのか無言でこくりとうなずいてみせる。ほら、さっさと遊ぼうぜ。川の水は程よく流れ冷たくて気持ちが良かった。つい佐藤さんの方に視線が行ってしまう。く、なるほどね。てか夏雪、お前ほんと女の子っぽい服装着てるな。露出が多いぞお前。やめろ、そういうんで男をたぶらかすなお前。すぐ横に夏雪がいた。な、なんだよ。なんだよってこの声じゃないわな。オッケーオッケー、任せとけよ。な、何が。こっちの質問に答えないまま夏雪は伊月たちの方に向かっていく。釣りをしよう。え、今泳ぎ始めたばっかなんだけど。わあ、いづきちゃん水着が可愛らしい。水着の上になんかこういうちょっと羽織っとるんでなんかすごいいいよね。目の癒しです。だけどナオナヤン君の間で流行っているのは川遊びじゃない、釣りなんだよ。そうなん。ナオナ、そんな情報聞いたことないわよ。一
人で行きなさいよ。そういう杖なこと言うなよな。今から継いだってのに。ウサギは寂しいと死んじゃうんだぞ。お前ウサギ扱いしてる。なんだ、妹と一緒やん。熊のぬいぐるみ扱いする自分とさ、妹とさ、自分をウサギ扱いする兄ってなんなの、この兄弟は。誰がウサギなのよ。この中でウサギが似合うのなんて俺しかいねえじゃんか。さて問題です、視聴者の皆さん、この二人でウサギが似合うのはどちらでしょうか。断然イズキちゃんですでしょ。なんと兄上はウサギじゃったか。ということは私もきっとウサギじゃな。お前は違う。お前は橋の下で拾われたから悪いが、お前はただの人、人間だ。視聴者さん、左って言っちゃったよ。左は男だぞ、騙されるな。な、なんじゃと。そう、そんな私だけ人間。くだらない会話をするな。まあまあ、そう言わずに釣りしに行こうぜ。なぜ雪に押されるようにして3人はしぶしぶ歩き始める。っていうか釣り竿どこにあるのよ。何も持ってきてないじゃない。釣り竿はさ、俺たちの心の中にいつだって存在し続けるんだよ。ああ、そうなんじゃ。釣れねえよ。そんなんで魚釣れねえよ。なんだ、心の中の釣り竿ってなんなん。え？ポーンって釣って待つ。んで釣るかかる。例えようがないじゃん。お前、ツッコミ用のないようなボケ放り込んでくるな。もう実況しよう側としてはさ、これほど辛いことないぞお前。は？釣り竿も持ってきてないわけ？それでどうやって釣りをするんだ。ほんと中二だよ、夏行き。注意、この子は中三です。わかったわかったって、俺がなるから。なるって、それでいいだろ。釣り竿ぐらい俺に任せとけ。兄上は釣り竿にもなれるんだな。なる？なるってなんだね。え、なんなん？誰かに持ってもらうブーンってされるんか。私もいつかなれるかの。ならんでいいわ。お前は無理だ。学力が足りない。学力関係あるん？学力関係ないやろ。別に実技だけだと思うよな。釣り竿になるとしたらさ。もうお前、いいおことおかしい。ずれてずれてずれまくりないよ、もう。見た目と性格がずれとんのに、これ以上発言でずれされたらもうさ、世界の歪みが生まれ始める。ガーン、仕事豊かやな、お前。なんか今日結構突っ込むぞ。ということはいつでも無理なんじゃろうな。あ、舐めてんじゃないわよ。あゆ兄は水沢になれるんじゃろ。成績いいしの。なれるわけないだろ。ああ。こう見たら、涼介がどんなに真面目なことか。全裸？いや、全裸な人はおらん、全裸な人は。そんな無理なやりとりを続けながら、4人は上流の方へ消えていった。おっと、とうとう出てきた小鳥ちゃん、水着がすごい可愛らしい。あ、気づくと佐藤さんと2人だけになっている。綺麗にならんな。夏雪のやつ、余計なことを。なるほど、夏雪、それを目的にしとったんじゃ。やるなあいつ、バカなんか頭いいか全然わからんわ。何か騒がしくてごめんね。ん？別にいい。そういえば佐藤さんはどこから転校。転校と言おうしてハッとなる。事故で記憶を失ってるんだよな。過去のことを聞くのは無神経かもしれない。どうかした？ううん、なんでもない。僕が黙ってしまうと会話が途切れてしまった。これは涼介、どうにかしてアタックチャンスを仕掛けたいところ。仕掛けられず。セミの声があってまだ助かった。きっとセミが鳴いていなかったら静かすぎて居づらさも倍増していたに違いない。
何か話さないと。佐藤さんは何か好きなものある？きた、女の子に対して一番最初に聞くようなものです。好き？うん。食べ物とか？おっと、必死に考えております。これはこれで可愛い。真剣な面持ちで考え込む。そして、わからない。おっと、これは謎のありそうな一言。そうつぶやいた。涼介は？僕は焼きそばとか好きだけど。焼きそば？うん、今は夏だからアイスとか冷やし中華もいいね。アイス？焼きそばやアイスも知らないような口ぶり。バカな。記憶喪失を言ったって何でもかんでも忘れてしまうわけじゃないと思うのだが、一体何なら覚えているのだろうか。あ、そうだ、昨日僕の目を見て懐かしいっていう話したよね。おっと、その話を掘り返すのか。僕の質問に対し佐藤さんは無言のままじーっとこっちを見つめてきた。これはなんか恋愛フラグが立ったのかもしれません、今の発言で。うわ、近い。うん、懐かしい感じ。ようやく顔を話す佐藤さん。ふう、あのさ、やっぱり記憶喪失については聞かない方がいい？そんな質問自体物質的なものに違いない。でもなんとなく。別にいい。彼女はそう答えるんじゃないかと思っていた。ドアップやべえ、やばいね、この可愛らしさにドアップとは。でも君たちロリコンなんだろ。この子はロリとは言えないぞ。ロリっぽくはないぞ。残念だったな。何か覚えてることはないの？ない。速答する佐藤さん。しかしその後伏し目がちになって、でもと聞き出した。暗い世界、止まってしまった世界。そんな景色だけちょっと覚えてる。暗い世界、止まってしまった世界。またわけのわからない言葉が出てきた。昨日言ってた敵っていうのと関係あるの？敵とは関係ない、多分。というか敵の話はしたらダメ、内緒って言った。いや、だって他に誰もいないし、いいかなって思って。二人でもダメ、わかった？うん。こんな剣幕で言われたら、うなずかざるを得ないか。とかやってる間に、すごい時間経ってる。というわけで今回はこの辺です。ちょっと中途半端なところで止まってすみませんが、ちょっとあと30秒でこの枠終わってしまうんで、ここで終わりとさせていただきます。ちゃんとセーブできた？ちゃんとセーブできたね。うん、OK です。OK です。というわけで、まあ、変なところで終わりましたが、次回をお楽しみに。この二人がどこまで恋愛進展していくか、ちょっと楽しみです。ところで、君は、この、小鳥ちゃん派かい？それとも、いずきちゃん派かい？それとも、夏行きのことが好きなのかい？それとも、ロリコか？ロリのクマコか？まあいいや、どっちでもいいや。仕上げ。